レイチェル・ワイズはイギリスの女優。性の発音は出身国においてはワイズと呼ばれがちだが、父の母語ハンガリー語ではベース、母の母語ドイツ語ではバイスと発音される。レイチェル自身は自分の性の発音はバイスであると表明している。イングランド・ロンドンのウェストミンスターで生まれ、ハムステッド・ガーデン・サバーブで育つ。父親のジョージ・ワイズはハンガリー出身の発明者。 母親のエディット・ルート・ワイズは、オーストリア・ウィーン出身で、元教師の心理療法士。父方のルーツは、ユダヤ系ハンガリー人であり、母方も、ユダヤ系イタリア人の血を引いている。レイ・チェルが15歳の時に、両親は離婚した。妹のミニ・ー・ワイズはアーティストである。ケンブリッジ大学で、英文学を学んでいたが、演技に興味を持つようになり、劇団、トーキング・タングスを結成。 エディンバラフェスティバルで講演し、ガーディアン賞を受賞する。1993年にデビューし、主にテレビ映画などに出演。1995年にデスマシーンで映画デビュー。同年にショーン・マサイアス演出による舞台、生活の設計での大胆な演技が評判となり、これを見たベルナルド・ベルトルッチが1996年公開の見せられてに起用。また、 同年公開のチェーンリアクションでキアヌ・リーブスの相方を演じハリウッド作品に初出演する。1999年公開の大ヒット作ハムナプトラ、失われた砂漠のとで国際的に名前が知られるようになる。以降、ラブコメやアクションなど様々な映画に出演する。出世作チェーンリアクションでペアを組んだキアヌ・リーブスとはコンスタンティンで再共演している。 2005年公開のイギリス映画、ナイロビの蜂の演技で、第78回アカデミー賞助演女優賞、第63回ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞。2012年、ドービルアメリカ映画祭でのワイズ自身が制作に関わっている2017年公開の、ロニートとエスティ彼女たちの選択では、自身初となるレズビアンの女性を演じ、レイチェル・マク・アダムスと、 濃厚なキスシーンを演じた。アレッサンドロ・ニボラ、サム・メンデスなどとの交際を経て、アメリカの映画監督、ダーレン・アロノフスキーと婚約。2006年5月31日に長男を出産、ニューヨーク市内のマンハッタンで、事実婚生活を送っていたが2010年11月、すでに破局していると発表。映画、ドリームハウスでの共演をきっかけに、2010年12月頃から、 俳優のダニエル・クレイグと交際。2011年6月22日に結婚した。同年、アメリカの市民権を取得。2018年9月1日、クレイグとの間の第一子である女児が誕生したと報じられた。ありがとうございます。